クリックありがとうございます。薬を飲んでほしくない薬剤師竹下です。医療ニュース2月3月分やっていきたいと思います。2月と3月の医療界はつながっているところが多かったので、今回は2月と3月分まとめてお伝えしたいと思います。このシリーズは普段ニュースで取り上げられない医療ニュースを私の独断と偏見でピックアップして皆さんにお伝えしています。知らないと絶対に損することばかりですので、ぜひ最後までお付き合いください。それではチャンネル登録をポチッと押して続きご覧ください。では一つ目のニュースです。ブドウ糖や果糖など遊離糖の摂りすぎに要注意。心臓病や脳卒中のリスクを高めることが新研究で明らかにとあります。これは何かというと、糖質を摂ると心臓病とか脳の病気になりやすいよっていう研究です。もともと糖っていうのは皆さんご存知の通り、糖を摂りすぎると肥満になって糖尿病になって病気になっていくっていうのはね、皆さんご存知だと思うんですけど、今回の研究では一見関係なさそうな心臓とか脳の病気にも発展するよっていうことですね。そしてもう一つポイントが遊離糖というところです。遊離糖っていうのは食べ物の中に入っている糖ではなくて、人工的に作って後から入れた糖、特にジュースとかですよね。お水にお砂糖を入れてジュースを作りますよね。こういった場合のお砂糖を遊離糖って言います。この遊離糖が多いと心臓とか脳の病気になりやすいよってことです。このニュース信頼性が足るところが2点あります。1つがまず11万人人数が多いです。そしてもう一つ、約9年間かなり長い期間研究されて分析してます。人数も多いし長い期間研究されてるから、かなり信頼性が高い研究です。そして救世主がいます。これがここですね。食物繊維です。食物繊維は取れば取るほど心臓病のリスクは下がるっていうことが分かってます。私がこのニュースをお伝えしたのは糖の摂りすぎももちろん抑えていただきたいんですけど、食物繊維、これがやっぱり健康には大事だよっていうのがこの研究からも分かったので、今回このニュース取り上げてみました。ニュース気になった方は概要欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。では次のニュースです。今年花粉が本当にすごいですよね。過去10年で最も花粉が多い年と言われてます。花粉症の方かなり辛いんじゃないでしょうか。花粉症で来られる患者様もかなり多くなってますので、花粉症でしんどい思いされている方多いと思います。この花粉症の改善にさつまいもがいいよというニュースが出てました。タイトル読みます。さつまいもが花粉症改善に効果がある、意外な根拠、史上最強の花粉シーズンを乗り切る腸活法とあります。腸活というキーワード出てましたので、このニュース取り上げてみます。私もかなり勉強させてもらった本なんですけど、川本先生の結局腸が9割という本にも載ってるんですけど、簡単に言うとさつまいも食べたら花粉症が良くなるよっていうニュースです。これ前から分かってるんですけど、腸活をして善玉菌を増やすと体の中に短鎖脂肪酸っていうのが増えます。で、この短鎖脂肪酸が増えることによってアレルギーの体質が改善するってことも分かってます。この腸活のためには食物繊維が必要でした。そしてこのさつまいもに食物繊維がたっぷりと含まれていますので、さつまいもを食べて腸活をすることによってアレルギーが軽減するよっていうのがこのニュースでわかります。甘くて美味しいさつまいもを食べて花粉症が軽減する、治るんだったら最高ですよね。私も最近さつまいもにハマってます。さつまいも甘いから血糖が上がりやすくて太りやすいんじゃないかって思われる方いらっしゃるんですけど、実はさつまいもって食物繊維がたっぷりありますので血糖が上がりにくい食品に分類されます。血糖の上がり方を GI 値で比べられることが多いんですけど、さつまいもはこの低 GI の方に入ります。甘い、でも血糖が上がりにくい、しかも腸活になる、花粉症も治る、最高の食べ物がこのさつまいもです。ぜひお試しください。リンクこれも貼っておきます。低カロリー人工甘味料のエリスリトールに心血管疾患のリスクを高める可能性というニュースが出てました。エリスリトールって聞き慣れないかもしれませんが、有名な商品でいうとラカントっていうのがあります。ラカントっていうのは健康志向が高い方ほど普段使用されてるんじゃないかなと思います。甘いのにカロリーがゼロっていうことで、まあ正直ね、最高じゃないかということでよく使われてます。私もね、ラカントを食べたことがあります。美味しいんですよね。ただこのラカント、エリスリトールにも危険があるかもしれないというニュースが出てました。内容を読んでいきます。人工甘味料エリスリトールは糖尿病や肥満など心血管リスクの高い人々のために砂糖代用品として切望されてきたが、この甘味料には血液凝固や血液を固めたり心臓発作などの心血管疾患、まあ、つまり心臓と血管の病気のリスクを高める可能性があることを最近の研究が報告したとあります。これ実は今まで安全性が高いというふうに見られてました。
ちらもあるように米食品医薬品局 FDA はエリストリトールを一般に安全と認められると分類しており、これは利用にあたってその効果に関する長期安全性の研究が必要ないことを意味しているとあります。これだけ安全性が高いと言われてきたんですけども、今回の研究でもしかしたら心臓とか血管に悪い影響あるかもよっていうニュースです。もちろんこの研究だけでは何とも言えませんので、これからねいろいろ研究が進んでくると思います。まだラカントに関しては使用されてきた歴史が短いですので、これからね本当は安全だよ、本当はもっと危険だよっていろんな報告あると思いますので、今後もね注視していきたいニュースだと思って今回取り上げてみました。甘いものを取りたいって気持ちわかるんですが、やはり糖の取りすぎ、甘いものの求めすぎは危ないかもしれませんね。では次のニュースです。これ果物が少子高齢化を救うかもしれないと思ってこのニュース取り上げてみました。腸は果糖、まあ果物の糖ですね、これを味わうことで生殖に影響を与えるっていうのが分かったというニュースです。これは群馬大学のホームページなんですけど、もう一つですねまとめてあるのがありました。ここ読んでいきますね。実は腸には果糖、まあ果物の糖を感じ取るセンサーがあるみたいです。でこのセンサーが果物の糖が入ってきたなと思うと栄養がたっぷりあるんだなっていうのを認識して生殖期が活発になるっていうのが分かったとニュースです。ただこれ人間のデータじゃないんですよね。これ実は少女バエの研究なのでまだ人では分かってません。ただ人にも同じセンサーがあるのが分かってますので、人も同じように果物を食べたら生殖期が活発になって少子高齢化を救うかもしれないなと思って、面白いニュースだと思って今回取り上げました。まだ革新的な結果まで得られてないんですが、とてもね興味深い内容ですので、興味がある方はこれもリンク貼ってます。では次のニュースです。鳥インフルエンザですね。皆さん卵が高くて卵我慢してませんか？私卵大好きなんですけど、ちょっと値段上がっちゃったのでなかなかね買うのが辛い時期になりましたね。これ原因は鳥インフルエンザです。まだ鳥インフルエンザ続いてますよね。卵も高いままだと思います。これ特に問題になったのがこちらですね。カンボジアで11歳の女の子がですね鳥インフルエンザに感染して亡くなったっていうニュースがありましたね。鳥インフルエンザって人にもねうつるのが分かってるんですけど、これ鳥インフルエンザ、鳥だけだったらね、まあ鳥、ニワトリさんかわいそうですけど、私たち安全かもしれませんが、これがね、人にうつるとなったらかなり危険ですよね。どのぐらい危険なのかっていうのをね、今回調べました。こちらですね、日本感染症学会のホームページなんですけども、実は鳥インフルエンザ、人にもうつることがあります。感染経路は2つからあり、まず鳥からということ、あと感染した人からうつることもあります。どちらも稀ではあるんですけども、可能性はゼロではありませんので、ぜひ卵の値段が高いなって不安だと思うんですけど、それよりも鳥インフルエンザうつらないようにっていうね感染予防も必要かなと思います。予後ですよね。かかったらどうなるのかってことなんですけど、致死率がなんと 53%、 かなり高いですね。2人に1人が命を落とす危険があります。平均して約10日ほどで死亡することが多いということなので、かなり危険な感染症ということがわかります。感染対策はされてるとは思うんですけども、もし何か症状を感じましたらすぐに受診するようにしてください。さあ次のニュースです。ここ今回一番お伝えしたい内容です。おそらくニュースでもなかなかしないんですけども、これ読んでいきますね。600品目に新薬創出加算、不再採品再算定で1100品目引き上げ、23年度薬価改定とあります。病院薬局でもらう薬の値段が変わるよっていうニュースです。これ実は1年に1回変わってるんですけども、ほぼ毎回値段が下げられます。でこの不再採品っていうのがですね、赤字だよっていう薬です。赤字が1100品目あったってことなんですけど、実はこれもっとあります。いろんなね大手の製薬メーカーさんが発表してるんですけど、特にジェネリックの会社がひどくて、多いところでは半分のお薬が赤字ってことが発表されてます。つまり売れば売るほど赤字になってるお薬が半分あるっていうことです。これかなりまずいんですよね。なぜかというと、お薬を売っても赤字だったらお薬を作るのやめちゃうんですよ。で実際今お薬作るのやめてる会社がかなり多くて、お薬が入らないという事態がまだ続いてます。これもう3年続いてるんですね。おそらくお薬をもらってらっしゃる方、メーカーが変わったとか、この3年間に1回はあったんじゃないでしょうか。 2,3 千種類が常に不足している状態です。今物価が上がってね、どんどんいろんなものが上がって皆さん大変だと思うんですけど、このお薬の値段がどんどん国によって下げられてるんですね。これ少子高齢化の影響で税金が足りないからなんですけども、今日本にはお薬がありません。いろんな製薬メーカーさんが
薬を作らないとか、もしくは潰れてる会社もあります。いろんなニュースで製薬メーカーさんが悪かった、いろんな不備があったって、不祥事があったってしてるんですけども、私の目から見たらお薬の値段が安すぎてちゃんとしたものを作れなくなっているんじゃないかと私はそう見てます。ひどい話、一つの薬飴玉よりも安い、これが今の日本の現状です。飴玉はただお砂糖を固めただけです。でもお薬は人の命を守るものです。これ作るまでにもかなりの工程が必要ですし、作った後もかなり多くの検査が必要です。4月からお薬の値段は変わるんですけど、ほとんどのお薬が値段はまた下がってました。物価は上がってる、なのにお薬は値段が下がる、もっと製薬メーカーさんは大変な状態になります。皆さんができることはお薬を飲まなくてもいいように健康を保つことだと思います。これからも健康情報を発信していきますので、ぜひ一緒に薬を飲まなくてもいいような、そういう健康な体を目指していきましょう。さあ最後のニュースですね。経口中毒薬の審議見送りというニュースが出てました。前ちょっとニュースに上がった緊急ピルっていうのは、避妊に失敗したらすぐに飲めば妊娠しないよっていうお薬が緊急用ピルですね。で今回のこの経口中毒薬っていうのは、妊娠しちゃったけど望まない妊娠だった、人工的にね中絶しようっていうするためのお薬、これが経口中毒薬になります。やはりこういうお薬は求めている方多いと思います。今回はまだ決まってないというニュースなんですけど、こういうお薬も今後ね承認されるかもしれない。日本はなかなかこういうお薬が承認がね遅い国ではあります。私たちが声を上げていく必要はありますので、私は反対ですとか賛成ですとかね、いろんな議論をしていくのも大事かなと思ってます。以上、2月と3月の気になったニュース取り上げてみました。お薬の値段も含めて4月からガラッと医療界また変わっていきます。このチャンネル見てくださってるあなたが絶対に損しないように、今後も医療ニュース発信していきます。健康を保つには知識がやはり一番重要ですので、これからも一緒に学んでいきましょう。ということで、今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。竹下でした。